i486 向けのウェイテック4167、ウェイテック WTL 1167のアーキテクチャ、ウェイテックスパークパワー P、ウェイテックパワー9 1 0 0ウェイテックは、かつて存在したアメリカの半導体製造企業。特に他社の CPU 向けのフップーを設計開発することを得意とした。1980年代中盤、ウェイテックの設計したものは、 各種のハイエンドマシンや並列処理、スーパーコンピュータなどで使われている。1990年代初め、各 CPU はープを含めて設計されるようになってきたため、ウェイテックは汎用 CPU とグラフィックドライバの市場に売って出ようとした。1995年、ウェイテックはほとんど倒産寸前となった。百九十六年後半には残った資産は、 ロックウェルの半導体部門に買収され、ウェイテックは消えていった。1981年、インテルの技術者たちが退職して、ウェイテックを設立した。ウェイテックはいくつかのシステム向けに科学技術計算用、コプロセッサを開発していった。モトローラ68000ファミリー向けの1064、インテル8286向けの1067などである。 インテル自身の i386 用のフプー、設計は遅れに遅れ、ウェイテックは1167を i386 用に提供した。後にこのシリーズは2167、3167、4167と進化していく。ウェイテックは似たようなフプーを MIPS アーキテクチャ向けにも XL ラインとして開発した。ウェイテックのフプーは、 少し変わっていて、単精度演算しかサポートしていなかったが非常に高速だった。スーパーコンピュータのアプリケーションの要求が高まるにつれてウェイテックは彼らの半導体工場が時代に乗り遅れていることを感じていた。HP はウェイテックに HP の工場を使うことを提案した。これは両者にとって良い考えですぐに HP の工場は開かれた。ウェイテックは HP とも PA リスクの設計で共同開発を行い、ウェイテック版 PA リスクであるリスク8200を組み込みシステム向けに販売した。これはレーザープリンターでいくつか使われている。1980年代終盤、ウェイテックは3マイクロシステムズのワークステーション向けにフレームバッファを開発する機会に恵まれた。1990年代初め、 スパークパワーミューピーを開発した。これは、スパークプロセッサとピン五感があり、スパークステーション2の CPU と差し替えると 40MHz で約50%高速に動作した。8701は内部的には2倍高速だったが、バスの性能がボトルネックとなって、全体としては50から60%高速化するに止まった。しかし彼らは、 後のスパークプロセッサでこの方向性を追求しなかった。ウェイテックはフレームバッファを開発した経験を活かして90年代初めに PC 市場に打って出てパワーシステムとして知られる SVGA マルチメディアチップセットシリーズを投入する。これは2つのチップからなりグラフィックス描画用の P9000 と出力用のビデオパワーの X86 で構成されている。 パワーシリーズはいくつかのサードパーティーから出た、ベッサ、ローカルバス用のグラフィックスカードで使われた。ついで P9001 は PCI 向けに設計され、1994年に人気となったバイパーで使われている。最後の P9100 は P9001 と5286をワンチップにしたものであった。ウェイテックのアダプターは、i486 市場の初期には、 成功を収めたが、もっと低価格なシステムが、他社から出てきたために90年代中盤には、凋落した。ウェイテックは、ローエンド市場に再挑戦するため、W464 と W564 を投入した。これらは、四季翼のラムをフレームバッファーとして使って、システム価格を抑えるものだったが、これに目をつけた、ロックウェルが、製品出荷直後に、ウェイテックを買収し、 ウェイテックは消えていったのである。ありがとうございます。